クロマックス。見た目は、はい、トヨタの86、はい、なんですけど、はい、屋根開いてるんですよ。はい、どうもクロマックスです。今日はですね、アクティブキャンパスイン宮崎ということで、クロマックス3ミーティングの時の夏休みお客さんが入ってまいりました。これからアクティブキャンパスイン宮崎に参加してくださっている方の会社紹介をさせていただきたいと思います。おはようございます。おはようございます。今回も親方様のお車紹介させていただきます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。前回とお車変わられてますね。はい。前回イケンワゴンから、はい、今回ダウンボックスに買ってます。はい。はい、どうですか、変わってみて。はい、とりあえず四駆ターボマニュアルなんで、はいはい、もう自分の満足する車なんで、あ、不満はまああれど、はい、まあ最高っすね。あ、はい。結構走りの面でもそうですね、いい感じで全然いいです。車中泊も前回その EK で、はい、まあ無茶してましたけど、はい、これまだ完全には出来上がってないですけど、あ、はい、すげえ楽です。あ、はい、どういう風にお休みになったか見せていただいてもいいですか。はい、本当はベッドを作る予定だったんですけど、はい、時間的な都合で間に合わずですね、おっしゃってましたね。ほぼ前回の EK と同じ寝方なんですけど、はいはい、運転席、助手席のヘッドレストを外して全部倒して、はい、で運転席側のリアシートも倒して、はい、そこで寝るっていう感じです。まっすぐ長いですね。人一人寝れるぐらいの段差はちょっとあるんですけど、全然自分身長177ありますけど、はい、楽々、はい、寝れるということで、じゃあ全然前の車の時よりはもう、おー、全然いいですね斜めに寝てたんでそれに比べたらもう全然仮装したところとかってあるんですか。そうですね、今のところ、はい、仮装したのは、はい、フォレストオートさんのスプリングと、はい、あとは無理やり履かせた15インチと、はい、あとは天井の断熱と静音ですね、はい、クロワックス号もやってるような感じで後ろから見ると分かるんですけど、はい、天井がやたらもっこりしてます同じような感じで、はい、レゼットレックスをたっぷり貼ってで中に断熱材とアクリアマットを仕込んでるっていう感じですね。横はプラダンで、そうですね、はい、横と後ろはプラダン で、はい、で後ろにはさすがに走行中はまずいんで、はい、こういう風にそうですね、はいはい、でプラダンもこれ全部形にくり抜いて、はい、ブスッと刺してるだけなんで、ああなるほど、はめ込んでると、はい、セカンドの部分だとこは窓と一緒にズボッとこう刺してるっていう感じなんで、もう走行中は横はもう全然取れない感じですね、はい、あ、そうなんですね、うん、1000キロ走ってきましたけど、はい、取れません。あ、はい、変えられたそのタイヤとホイール、はい、そうですね、そしてスプリング、はい、フォレストオートさんのスプリングと、はいはい、タイヤホイールは自分が手持ちのこれ鈴木の純正なんですけど、ああそうなんですね、はい、たまたまっていうことで、はい、足もいいな、はいはい、もうすごい乗り心地も最高なんで、あ、でまあ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 こんな感じで一応、ね、はい、フォレストオートさんのステッカーが貼られているということで、そうですね、はい、あとは3分で作ったこのバンパーカットぐらいですかここバックリバックリっていうのが3分で切りました、はい、バズッと外してダンダンってやっただけなんでしかもマジックの線が残ってますよね、はい、フリーハンドで、やった感じですね、はい、そういったところもいじったりとか、はいはい、でこれからベッドも作る、そうですね、後ろベッドを作って、はい、で棚も作って、はい、棚っていうか、まあ、2段で積めるようにっていうような感じでやっていこうと思うんで、はい、まあ、ベッドも一応大人2人、はい、男2人が寝ても違和感がない、はい、左右で段違いにしようかなあ、なるほど、そうじゃないと野郎、はい、2人寝た時に違和感しかない、はい、そうですね、ちょっと、はい、まあ大変ですよ ね、 そうですね、男2人で並んで寝るっていうのは、お母さんその辺よく分かると思いますんでそうですね、その方が気持ちよく寝れるかなとは、ね、そうですね、はい、ということで、はい、これからベッドと棚も作る予定のダウンボックス紹介していただきました、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、ということで、貧乏学生のカーライフのメロスさんの、お車紹介していただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、メロスです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、こちらの車車種は何なのか、逆に何だと思いますか僕はいつも視聴者に聞くタイプなんですよ。あ、そうなんですか。まず一周ぐるっと撮ってもらって、はいはいはい、なんだこの車はっていう、はい、こちらぜひ検索していただければと思います。
ってことで、はい、はい、多分ね、撮ってる方車に詳しくないらしいんですけどすいません、リスナーさんはなんとなく分かったと思うんですよ。そうですね、もう、はい、見た目は、はい、トヨタの86、はい、なんですけど、はい、屋根開いてるんですよ、はい、全然知らないと思うんですけど、はい、トヨタの86ってオープンカーのグレードがないんですよ。あ、そうなんですね。で、はい、でもトヨタの86の形でオープンカーが欲しいなって思ったら、はい、うっかり岡山のショップさんが、はい、そういうボディキットを出してまして、はい、で、これベースがトヨタの MRS っていうオープンカー、はいはい、それに86 の、 顔面とあとバンパーをつけてるっていうややこしい車でございますさあ、この車の詳しい説明はうちのチャンネルで、そうですね、ぜひ、はいはい、上げてますので見てください。よろしくお願いします。ということで、今回この車で車中泊とかするんですかってちょっと聞いてみたら、めっちゃするっていうことで。そうです、もう僕はだいたいサーキットに行くときは10席に3本タイヤを、はい、であとフロントにトランクがあるんで、はい、トランクにタイヤ1本ついて4本持って、はい、サーキットの近くまで行って、はい、1泊寝てから朝から走るっていうそういうスタイルでやってます。なるほど、はい、もう寝方だけちょっと紹介していきます、はい、お願いします。はい、ということでこれから車中泊仕様に、はい、車中泊仕様というか寝方、そうですね、はい、もう全国のスポーツカーオーナーに伝えたいベストな車中泊のやり方なんですけども、はい、まず屋根は開ける、はい、これ大前提で、大前提、はい、大体サーキットのあるとこって基礎ど田舎なんで、はい、家も店もないんですよ。あ、だから基礎ど田舎の道の駅とかに行って、はいはい、人気のない駐車場とか行くと、はい、屋根開けたら空が超綺麗なんですよ。あ、なるほど。そうだから星空を見ながらまず、はい、心を癒すと乗って屋根開けて、はい、心を癒しながら、はい、まず靴脱ぐんですよ、はい、脱いで、はい、足が伸ばせるぐらいこの車スペースあるんですよ。あ、そんで、はい、これ車中泊するために入れてるんですけど、はい、こっちが一応純正のシートにはなるんですけど、あ、こっちが純正なんですね、はい、こっちイタリアのレカロってメーカーが出してる、はい、結構バカ高いシートでして、で、ね、はい、でこれすごく体を包み込むんで、はい、こうやってこうするだけで寝れますマジでこれ寝れます、はい、で寝にくいなって人は、はい、目隠しがあるんで、はい、ワンチャンこうしてもらって、はい、この状態、はい、寝れます、ね、寝れます。もう耳栓とかしたらもう超寝れます。あ、もうじゃあしっかりこうルーフを開けて、そうです、そうです、レカロのシートを入れろと。そうです、ほんで星を見ながら寝るともう満面の星空を見ながらこういう感じで寝てあげたら、はい、もう朝ね、はい、バッチリ目が覚めますからこれが僕の車中泊のやり方です、はい、あとですね、はい、寝相の悪い人いると思うんですよ、はい、なんかこう寝てて動く人、あ、はい、その人のためにですね、はい、ウィルソンさんとかスパルコさんってメーカーからですね、はい、寝相の悪い人のためのシートベルトとか出てまして。あ、そうなんですか、はい、ここ穴開いてると思うんですよ。あ、開いてますね、だって、ね、ここサイドにも横にもね、ここに穴が開いてて。あ、そうなんですね、はい、だけど、シートベルトこっから2本、こっから2本、はいはい、あとあるやつがたまにこっからも1本、はい、5点とか、4点とかで体を支えてこう寝ると、はい、ただ寝相が悪くてこう寝返り打とうとしてもここ締め付けられてますから、はい、動くことができないんで超ぐっすり寝れます。あ、なるほど、はい、はい、4点式シートベルトとか5点式シートベルトを買ってもらったらもう抜群に寝れますんで、はいはいはい、スポーツカーのオーナーさんそういう感じで寝てみてはいかがでしょうかこんな感じでいいんでしょうか、はい、ということでしたありがとうございます。ありがとうございましたトランクの仕事だったんですけど、後ろはどうなったんですか。後ろトランクっぽいんですけど、開けるとここにエンジンが詰まってる。あ、こっちなんですね、はい、普通前ですもんね。普通は前です、はい、これって MRS だからこ う、 う、あ、MRS はみんなこう、はい、MRS はみんなこんな感じで詰んでます。あ、そうなんですね。貧乏学生のカーライフさんチャンネルでこの辺の話は紹介されてるということなんで、はい、気になる方はぜひチャンネル見ていただければと思います。よろしくお願いします。はい、こちら、貧乏学生のカーライフさんのメロスさんのお車紹介していただきました。ありがとうございます。 ありがとうございます、はい、すいません、なんか自分があんまり魅力を伝えられなくて申し訳なかったんですけども、いや全然今後こういう車中泊が増えたら僕が魅力を伝えていこうと思いますので全国スポーツカーオーナーさんにぜひ、はい、車中泊楽しんでもらいたいと思いますはい、ということでぜひ、はい、気になる方はチャンネルも見ていただければと思いますので、はい、貧乏学生のカーライフさんのチャンネル貼っておきますのでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。貧乏学生のカーライフって名前のチャンネルで、はい、車系のチャンネルで、はい、メインで、MRS っていうオープンカーをいじくり回したり乗り回したり車の詳しい概要出てますので、はい、ぜひ動画をチェックしてもらいたいと思います、はい、よろしくお願いします。